中西直人プロが、はい、なんかパター練習するときに、はい、入れようと思って練習するんじゃなくて、うん、プロラインから外していく練習、だから外す練習をしてるんですよ、はい、すごい好評らしくて、それが結構みんなそれやった人なんかすごい入るなって分かる、分かる、入れない練習とか今からやるの、やりたいんですけどパターですないなんで仮想でやるのかなやりたいんですけどね、後ろの車、あれっていいんですか、入れないパターレンしましょう、外す、入れないように、今コーチ役なんだ、ゆうさん入ったら罰ゲームやで、ジーに3万あげてよ、入っちゃダメだってそっちじゃない結構回る、こっちこっちに外すんだって、そこね、入っちゃダメだよ、そう強い強い、いやいや、こんぐらい OK でちゃんとしてここだけ、ここだけでそれで分かる、ボーこれでやってました、入れないパターレンしよう、入ってんじゃん、でも言ってたでしょ、入れない練習してると勝手に入る、そう、入れない練習してると勝手に入る、練習したら勝手に入るんですね、そうなんすかそんな言うのや、外さないと、そうちゃん大体こうなるんですよ、お手本、大体下手な人だとこうなるんです外さないと左に、まあでもこうなっちゃうよね。こうなっちゃうっすよね。今初めて入れないパターンやってるんですか。そう。ナイス。見るだけでやってない。強くなる。あ、でもこんな感じか。そうそんな感じでしたね。あ、どうぞ。前半42のお父さん。あれなんか3パットしたってしょ。あ、どうぞ。3パットだらけですよ私ら。入れちゃあかんすよ。おいい。あ、うまい。これですよね、やっぱ42です、はい、前半このぐらいですね、はい、ありがとうございます、卒業ですね、お父さんはスリパットでしょ、スリパットでしょ、中西直人さんできました、チェキラーチェキラー左側から外すんですよ、左側から、ライン外しましょう、入ったら罰金です、はい、僕に何の罰金ちょっと言えないですけど、現金すぎてそうちょっと強いですよね、センチオーバーで左から外す、ああ、ヨガに行くか、その気持ちで行きましょう、これ寄ってくもんですね、入れようとしなくても、外す気持ちあります、お父さん、ありがとうございます、ボルト左に、じゃあ30センチオーバーの気持ちで左から外す、プロラインから外していきましょう、いいじゃない、完璧、これ100ミリできた、入れたかねで、入れたかんすよ、あ、うまい、こういう練習がすごい今流行ってます流行ってます。ちなみにユウさんはパターレみんなにさせるとしたら何させますか。あ、僕がパターレ100切りさせないと、100切りさせ、まずでも僕基本的に100切りパット、はい、僕が一番大事にしてるのはパターでもやっぱり芯で打つのがやっぱ一番大事なんで、もう芯で打つだけ、心投げて体が動かないように、ボール追わないように、まずは距離感ですね、芯に当てないと何だから芯に当てる、芯に当てて距離感、芯に当てるだけ、芯に当てる頼むんですよ、わかりました、大体芯に当たってないですよ、だから距離感バラバラになってるんですね、芯に当たれば距離感ありますから、芯のある男、ユウでした、芯はめちゃくちゃないです、プレプレです多方面手がいっぱい出てます、すごい出ちゃうパター以外は芯に当たらない、全く当たらないパターと女以外は当たらないです私生活は芯がないです、芯がないです、全くないです、もうちょい左行きたいね、チチレスさん左乗って回してきたら、あーいいね、最高、それ最高、そんな左乗って、あー、それ最高いや、それはちょっとそれはこれなんてこれやっぱりね、あーいいね、それこれやっぱり乗ってきたよ、おー、ありがとう、試験の時は出ようですけどね、そう、
そして来たよ。おお。おい、そんなすぐに行ってきたね。おい、あ、大丈夫か、大丈夫か。あ、よく大丈夫か。おい。